今大学生で、ね、今大学で4年生で来年卒業して、今日本で今就職する状態ですけど、今25ですね。今年22歳になりました。大学生の1年生です。あ、2年ぐらいですね。なんかバイト先で、バイト先で忘年会があるんじゃないですか。でそこでみんな飲みに行って、ちょっと好きになったから話して、で可愛いと思ってで、ダダしくて、なんか見た目がいい子かなと思ってるから、それが好きになりました。なんかその時私彼氏がいなくて、まあスタッフの中彼一番かっこいいと思ったから。だからさんですね。はい。あ、どっちからですね。どっちからですよね。彼女からですね。LINE じゃなくてね、Facebook ですよね。あ、告白ルシアからですね。どちらからですか、覚えてますけど。じゃあ僕からです。これからよくいっぱい話してくださいって。ちょっと嬉しかったですよね。そんな何回もじゃなくて、1回だけですよね。5月かな。トイケースでファッドダイビー、その彼女彼氏になったの日です。その日で。すごいな、かわいい。その日ですよね。はい、そうですね。まあ子供じゃないですから、2人とも気持ち好きですから、どんなことでも全然大丈夫だと思う。でその前京都行ったんですよ。水水寺に行ったんですよ。そこでいろいろ遊んだり、写真もいろいろいっぱい一緒に撮ったり、そのいろいろ覚えるんですね。忘れられないですよね。でですね、何でも大丈夫ですね。僕ならもう彼女も完璧で。本当ですか。直さなくていいです。せっかくはちょっと交代。なんかちょっと冷たい感じじゃないですか。だからたまに彼女行ったのこと、私もそんな聞かないみたいですね。かわいいはかわいいし、あと僕のことをもう心配してくれていいことと思います。小さいことにも気づいて、いつも私のそばにいるから。ないじゃないですか。ないじゃないですか。帰国した時ですね、僕の誕生日でプレゼントをくれて、その時も嬉しかったんですよ。東京ときめきチャンネル、また見てね。